仕事のマストアイテムは台本、筆箱、定規。まあ台本はね、わかると思うんですけど、筆箱はまあ三色ペン、蛍光ペンが入ってます。でそれをこう定規をもとにこのセリフカットつって使ってますかね。女性の理想のワークスタイルは、基本的に俳優界隈の現場ってなると動きやすいとか、光の反射で色が変わんないとか、そういうねスポーティーなものが多いですね、現場にいる女性は。だそういう人たちが打ち上げの時にちょっとおめかししてくるとおって思うんですけど、ギャップ燃やしますね。仕事のオンオフの切り替えはない、ほとんどないです。多分完全にオンになってないのかもしれないですね。だからなんですかね、趣味の、まあ、散歩したりとか、なんかそういう時間は多分何も考えずにいる時間ですけど、逆に言うとそれ以外が現場にいなくてもちょっと考えてる仕事だったりするん で、そういう趣味の時間っていうのが多分唯一仕事のこと考えてない時間かな。あとはずっと考えちゃってますから。